するしない。皆さんこんにちは。さあ、この M リーグルール解説、前回のまとめはこちらになってます。さあ、それでは今回もやっていきましょう。さあ、続きまして第2章となります。手配、ワンパイ、海底杯、法廷杯、臨シャン杯、検証杯についてです。第2章ワンパイですね。開門後のピーパイ末尾より数えて14枚を残し、これをワンパイという。ワンパイなんですが、ピーパイ末尾、このピーパイ末尾というのは灰山のことになりまして、灰山の末尾なんで一番最後の牌ですね。そちらより数えて14枚を残し、これをワンパイとするとなっています。なのでこちらから数えてですね、これ今14枚分けてあるんですが、 1,2,3,4,5,6,7、 これに上乗っかってるんで 7×2 で14枚を残し、これをワンパイと言います。このワンパイというのはですね、基本的には積もることを触ることできないんですが、まあ、缶とかが入った場合にこうめくれたりそういう時はあるんですが、この14枚はもうよく配信とかを見てる方には分かるかもしれないんですけども、5人目と5人目の対局者といってワンパイが強いなどといって、この牌に自分の間違いだったりがあった場合には、このところからは上がり牌はもらえないですよという神の位置ということを覚えていただければ大丈夫かと思います。第3条ですね。ワンパイ直前の牌を海底牌という、海底牌を模したものは缶をすることができない。さあ、それでは海底牌ですね。海底牌とは、最後の積も牌ですね。缶が入ってたりするとまた別なんですけど、今この缶が入ってない状態でご説明させていただきますと、この最後の牌、ワンパイから数えて、まあ、ピーパイ末尾みたいなもんですね。感覚としては先ほどのワンパイの話と同じような感じで、この最後の牌が海底牌となります。ただこの海底牌を持ってきた方は自分の缶材があったとしても缶ができないという形になってます。まあ、例えば最後の牌持ってきた時にこのローマンだった時、あ、缶だ、あ、でも海底だから缶できない、このローマンは切らなければならないです。そうなるとサブロッキューマンが危ない、サブローマンが危ないと持ってたのにかかわらず、このローマン持っていてしまったことで放銃するという悲しい結果になることもあります。ただこの海底牌が自分の積も牌だった場合、その積も牌だった場合は海底という違反がつきます。なので海底牌はメリットもデメリットもあるという形になっております。で、続きまして第4条ですね。法廷牌、海底牌を模したものと海底直前の牌を模し勘をしたものは、事故に上がれなければ2位の牌を1枚捨てなければならない。この捨てられた牌を法廷牌という。法廷牌をチーポン勘することはできない。さあ、この法廷牌ですね、法廷牌は先ほどの牌底、この牌底牌ですね、これは最後の牌を積もった時に自分の上がり牌だった場合は積もになります。ただ積も牌じゃなかった場合に手配から1枚切ります。そして相手にロンと言われました。これは皆様今まで牌底ロンだと思ってませんでしたか？いいえ、違うんです。これは手配から出したり、川に最後についた時には牌底ではなく法廷という役になります。牌底と法廷の違いっていうのをなかなか知らない方って多かったと思うんですけども、自分で最後に積もってきて積も牌だった場合は牌底、そして自分の手から出た場合に相手が上がった時は法廷という形になってまして、牌底と法廷の違いっていうのはなかなか知らない人多かったと思うんですが、今回でみんな分かっていただいたと思います。第5条臨シャン牌ですね。貫通ができた時は万牌最後尾から1枚を模して補充する。この補充牌を臨シャン牌という。臨シャン牌はワンパイのサイビトン上段から順次に取る。臨シャン牌は貫通を明示してからでなければ取ることができない。さあ、続きまして臨シャン牌ですね。臨シャン牌はまず貫をします。この3枚4枚ですね、この3枚4枚を貫します。貫をしてからでないと臨シャン牌を取ることができないと書いてありますので、この貫をした時に今ここにワンパイがあります。で、サイビトン上段と書いてあるんですけど、結構難しい言葉ですよね。これサイビトン上段っていうのは、ここピーパイ末尾とワンパイの時にご説明させていただいてるんですけども、ワンパイのサイビトン上段っていうのは一番左最後の牌という形になっております。で、本来マージャンやってる時に臨シャン牌を下ろしてくださいってよく言われることあると思うんですけども、まあ、大体この牌が臨シャン降りてる状況なので、ここから数えるとサイビトン上段これです。この落ちてる牌が
リンシャン牌となっております。で勘をしてこの牌を持っていきます。で切る、この持ってくる牌がリンシャン牌という形になっております。そしてこのリンシャン牌というのはですね、まず1回勘します。そうすると、シンドラが1枚めくれます。さあこの最後の牌リンシャン牌取ります。続いてもう1回勘があります。そしてこのドラもめくります。でリンシャン牌というのは1回取っても最後の牌はまたリンシャン牌という形になっております。でもう1回勘が入ります。この牌もリンシャン牌です。そして4回目の勘が入ります。これもリンシャン牌なんですが、これ以上は勘ができません。なのでリンシャン牌は4牌までがリンシャン牌という設定になっております。さあ続きまして第6条検証牌ドラですね。本ドラ牌山が上がった際に表に向けられている牌をドラ表示牌といい、その自順牌、なお三元牌は便宜上白、発、春の順をドラとする。さあこのドラですね、皆さんもよくお使いになったこともあると思いますし、ドラがあるないでテンション上がったり変わったりしますよね。さあこのドラなんですが、これ今チーピンがめくられているんですけども、このチーピンがドラになるわけではありません。この自順牌なのでチーピン7の次は8なので、自順牌というのはパーピン、この表示牌にめくられている次の牌がドラになります。なので、この今チーピンがドラ表示牌にあるので、パーピンを持っているって上がった場合はドラのいい牌がつくという形になっております。2番、勘ドラ。ドラは勘があることに増え、1つ目の勘ではワンパイ末尾より4トン目の上段の牌を表に向け、これがシンドラ表示牌となる。以後この行為を繰り返し、4つ目の勘では7トン目となる。さあこの勘ドラですね、まず勘をします。そうすると、先ほどね、ワンパイ末尾より4トン目の上段の牌を表に向けと書いてあります。1回勘が入ったら 1,2,3,4 トン目、これが1枚目勘をして1枚めくれたのが勘ドラとなります。簡単に言うと、一番最初に出ているドラ表示牌の右横が勘をした場合にめくられると。で以後この行為を繰り返し、2回目の勘が入りました。3回目の勘が入りました。そして4回目の勘が入りました。ここまでが全部勘ドラとなります。まあ、リンシャン牌の時にもご説明したんですけども、勘は4回までなんで、この形までが勘ドラという形になっております。続きまして裏ドラですね。リーチ者の上がりには裏ドラがつく。すべての表ドラ表示牌の下段牌が裏ドラ表示牌となる。勘ドラにも裏ドラはつく。さあ裏ドラですね。裏ドラはリーチをして上がった時のみ見れる検証牌となっております。今リーチを打ちました。そして、対面の方から上がり牌が出ました。ロン。そして今めくられているドラ表示牌の裏の牌ですね。この牌今ペイがめくられたんで、このペイの次はトンなんで、トンを手牌に持っていたら、ドラといい牌がつくとなっております。今お気づきになりましたか？Mリーガーの園田健プロの、裏ドラのめくり方のモノマネをしたんですけども、じゃあ続きましてカンドラで同じことやりますね。カンドラがめくられた際にこの裏も見れますと書いてあります。この裏も裏ドラになりますので、これ園田健選手の裏ドラのめくり方となっております。このリーチをして上がった時に見れるのが裏ドラという形になっております。続きまして第4番ですね。赤ドラ、ウーマン、ウーピン、ウーソーの各1枚をドラとする。さあこの赤ドラなんですけども、最初に M リーグの特殊なルールとしてお話しさせていただいたんですが、 M リーグには赤いが入っていまして、赤ウーマン、赤ウーソー、赤ウーピンと1枚ずつ入っていて、これがドラ扱いとなるという形になっております。で5番、1から3すべてのドラは1枚につき違反とし役とはならない。これも先ほどご説明したんですけども、ドラだけでは役にはならない。常時違反縛りなんですが、ドラという役では上がることはできない。違反というだけとなっておりますね。